クラブの軌道だけ、軌道とクラブの位置だけ。そのバランスを崩したりしてるから、自分の体が力入ってる今みたいな。そうそう、でこの練習ってこの感覚ってこういう感じないし、一切ないし、そんなんあったらもう多分一切当たんないし、それこそこうとこうってこういう状態して一回入れてみて、こういう距離からドロー、イボミドロー、そう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 、そこからこうちゃんが、そう、それがそういう感じ。だから基本的にはクラブは自由に動かせるじゃん。ここはリンジンだ、コントロールする場所あるから。綺麗、すごいね、すごいすごい。ね、すごい。で、まあ、この辺はコントロール。リンパイルエンジン。バランス。これもドライバーだったら全部バランスを使ってやったから一番下がいってもいいよ。エンジンってことアクセルでしょ。そう、アクセル。ここで決めれるじゃん。まあそっちがこれでいきましょう。で、ちょっとこれインサイドアップで合わせる。じゃあ、この辺がエンジン？この辺がエンジン。で、この辺がコントロール。コントロール。そうそう。で、ただもちろんここもエンジンに入るから、これはこったらいくらか作れないし。だからここは結構肝なんだ。ここは振り子だから。そう、でもさっきやった時にパーッとこれこうやってやってるのが見やすいでしょ。でこう思った時にまだこっちもエンジン使わせるから補うと、こっちが大きく動くとこっちが動く。関節がありすぎ、ありすぎなんだよ人間。そう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 、だからゴールできるから。だから関節が多いからみんな難しくなって固定しちゃう。そうそうそう、その関節が動くことが不安になるわけだよ。全部はハンドファースト。これはハンドファーストじゃない。おーい。おーい。そう、ほら。今の取れてるでしょ。今のが、マッチの。上体が見えると1回転するって最高だ。本当に。多分しない。だからタイガーとかの変化がこう来たのが、僕らこんなしかない。ここまで来るじゃん。ね、タイガーもう40歳なのにまだそこまで来るもんね。そうそうそう。そう。ってことは相当今のが王者が回っちゃった理由は何かって言ったら、こいつがメインになった。そうそう、メインだった。そうなったんだ、あれぐらい。それに対して普段はこっちがメインじゃん。そうですね。そう。